屋内スケートリンク、長野市オリンピック記念アリーナは、長野県長野市に所在する多目的アリーナ。愛称は m、m ウェーブ。周期から冬季にかけては400メートルダブルトラックを有する屋内型スケートリンクとして営業する。施設は、長野市が所有し、市、長野県と民間が出資する、第3セクターの株式会社 m ウェーブが、指定管理者として、 運営管理を行っている。長野市東部の朝日と大豆島の両地域にまたがる場所に所在する。周期、冬季に営業するスケートリンクは屋内型としては日本国内初の400メートル標準ダブルトラックの国際スケート連盟公認リンクである。1998年長野オリンピックのスピードスケート会場として建設。 2002年世界フィギュアスケート選手権が開催された。当期営業外では各種スポーツ大会、大規模展示会のほかコンサートなどが行われる。かつて場内には長野オリンピック記念館が併設されており、長野オリンピックのメダルや資料などの展示、長野オリンピックを振り返るハイビジョンシアターなどが設置されていたが、入場者数の低迷により2008年4月に、 記念館は廃止された。現在は土日のみ、長野オリンピック記念展示コーナーの見学が可能となっている。会場名の由来は、アリーナの断面構造がその名の通り絵文字アルファベットの M に似ているため、元来は、新州の山並みをイメージした構造であり、天井の梁には、地元長野県産のマ松材を用いている。長野県をホームとする、ローカルプロレス団体。 新州プロレスが興行を行うこともあり、過去には新日本プロレスも興行を行ったことがある。毎年10月末にはシーズンンを告げる大会としてワールドカップ代表選考会を兼ねる全日本距離別選手権が開催され、12月にはワールドカップ短距離種目の開幕戦が開催されることが恒例となっている。株式会社 MWAVE は 長野市オリンピック記念アリーナの管理運営を目的に長野市などが出資して設立された第3セクター。現在は長野市若里多目的スポーツアリーナ、長野市若里文化ホールの管理運営も受託している。長野市若里多目的スポーツアリーナ、ありがとうございます。